それでは判定勝利を収めましたランチ目敦貴選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、まずおめでとうございます。ありがとうございます、はい、今の気持ちいかがですか？率直に嬉しいのと、やっぱり倒しきりたいなっていう気持ちがあったんで、半分やっぱちょっと悔しいのとって感じです。本当ですか？ほっとしたって気持ちが大きいですね。あ、よかったです、はいはい、ものすごい手数でした。 あのハイペースは作戦でした？そうですね、全部倒せる技でいったんですけど、やっぱりさすがのなんか正宗選手のガッツで、すごかったね、向かってきて、はい、すげえなと思いながら戦いました、はい。昨日得意の蹴りだけではなく打撃でも倒せるということをファンの皆さんに伝えたいとおっしゃっていましたが、もう蹴りで蹴を決めました。あれは途中からやっぱり蹴りに持っていこうと思ったのでしょうか？やっぱり最初から蹴りで倒すつもりだったんですけど、はい、正宗選手も、対策でパンチでやっぱ蹴りを潰す距離でもやっぱ来てたんで、はい、それでも対抗できるように自分パンチでやって、やっぱその中でも蹴りも出していく、見せながら倒したいなっていうのが理想だったんで。すごかったんですね、膝。ファンの皆様衝撃を与えたと。本当ですか？ありがとうございます。はい、左膝でダウンを奪いました。はい、正宗選手が流血した時にもう一回再開した時どう思いましたか？はい、やっぱり、倒れた瞬間もまだ絶対起き上がってくるなと思ってたんで、ここからいかに自分が畳みかけるかっていうことに集中するために、自分も倒しに行くっていう油断せずに行きました。すごいですね。す、はい、ぜひ正宗選手に一言お願いいたします。す、正宗選手、今回僕との試合を受けてくださってありがとうございました。負けず正宗選手からも学ぶものがたくさんあって、僕自身すごく勉強になりました。またお互い、頑張っていきたいなと。一緒にまたブレイクダウンで頑張りましょう。敦貴選手、ブレイキングダウン内でぜひ戦いたい選手などいらっしゃいますか？やっぱり今自分の直後にあった富澤さんの KO、 あれはやっぱりさすがの一言なんですけど、リベンジをしたい。リベンジがブレイキングダウンで今一番の目標です。なるほど、それまでどんどん積み上げて、ね、積み上げて、頑張ってください。ありがとうございます。最後に応援してくださったファンの方々へ一言お願いいたします。はい、勝った後のマイクでも、言ったんですけど、前回負けて、落ち込んじゃった自分をもう一度ブレイキングダウンの舞台に戻してくれたのは、ファンの皆さんの温かいコメントだったので、僕はその気持ちに少しでも今回、応えられたかなと思うと、嬉しいです。これからも、僕はまだまだ皆さんの期待に応えられるような試合をしていくので、これからも応援よろしくお願いします。おっす。この番組はザナゼノサワ喧嘩道、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。